い、皆さんこんにちは、バテルルイシです。では今回は UFO 秀吉の挑戦出兵続きやっていきたいと思います。まあ、前回、秀吉の挑戦出兵ということで第1話分収録して、動画をね、公開させていただいたと思います。 UFO は一番最初はね、信長のプレイで、何もシステムを理解せずにがむしゃらに戦争をしてひたすら領土拡大路線を突き進んでいったんですが、皆様からのご指摘やご懸念あるいはアドバイスいただいた通りですね、ちょっとズタボロになってしまって継戦能力なしということで、続行不可能に陥ってしまったので秀吉でやり直しているわけなんですが、すでに秀吉は没しているというところですね。信長が粘りに粘って生き続けた結果ですね、秀吉がその代替わりしたのが、晩年になってしまって73歳とかだったかな、秀吉がね、この日本の統領になったわけなんですけど、その後間もなく死亡して、今はなんと御台所豊臣千ちゃんがね、この日本を取り仕切る立場にいると。しかもこれ18歳で6歳の後継者がいるっていう時点で12歳で子供を産んだのかと。これはね、驚きというか、強いですよね。千姫は、徳川家からこう仕入れしてきて、秀頼の、それこそ、奥さんになったわけなんですけど、ここでは秀頼ではなくて、なんと千ちゃんがね、御台所として、その、日本のトップに立っているっていうのは、またちょっとね、この UFO ならではの面白いところなのかなとは思います。では今回はですね、朝鮮出兵を実際に行っていきたいと思いますので、その準備を行っていきましょう。まずは兵の数が圧倒的に足りていないので兵を歩兵していきます。歩兵はすでに入ってるかな。なのでちょっとこのまま歩兵の状況を確認しつつ、あとは技術のね、前回ボロボロになってしまった技術の部分をちょっと見ていきましょう。全くもって技術が成り立たなかったというところありますからね。今回は技術面のアップデートも抜かりなく進めてきたつもりではあるので、とはいえまだまだどこそこが足りてないとか、こういう懸念点あるよねとか、いろいろあると思いますので、皆さんからね、アドバイス引き続きよろしくお願いいたします。では朝鮮の方に早速軍を送っていきたいので、同盟国に対して湾口使用権と軍事通行権を要求していきます。難なく朝鮮半島に上陸するための、一つの手立てですね。では早速上陸していきます。で、あとは輸送船の数を増やしておきますか。少しでキャラック大型船も数が欲しいので、キャラックもこの後増やします。でテクニカルの状況をね、ちょっとご覧いただきますが、今軍事技術が13、外交技術が12、統治技術が11となっています。でこのうち、軍事技術と外交技術は、もう間もなくね、アップデートがかけられるということです。で貴族どもの心配、出身関係なく有能な指揮官を任命する我々の方針は、いやそんな方針採用してないけど、行儀の悪い男性と食事をすることを嫌がる貴族たちを怒らせている。我々の貴族によれば、それはまた紳士ではない人によってではなく、より優れた人によって導かれることを期待すると。確かに食べ方がね、ちょっと汚い人と食卓を一緒にするのって結構、苦痛というかしんどいというか、そういうものはあるのかなと思いますね。ちょっと昔の話すると、新卒で入社した時、僕の新卒入社の会社は最初の、約半年近くの間は寮生活を強いられて、そこで研修をみっちり受けさせられるっていうね、今だとちょっとどうなのっていう感じ、今もちょっとそういうのを継続してるのかどうかわからないんですけど、転職してしまったので、もうかれこれ15年前の話ですけど、その時に結構ね、寮生活で、それこそ朝昼晩全部その同期と一緒に食事をするわけなんですけど、別に誰と食べなきゃいけないっていうのはなくて、自然と仲がいい人たち同士で食事をし始めるんですけど、
結構ね、その中に口を開けたままくちゃくちゃ食べちゃう人がいて、まあ僕はちょっとそういうの、いや、それどうなのよみたいなことはちょっと言えない性分なので、まあちょっとこいつは 食べ方汚ねえなぐらいの、まあそこまで気にしてはなかったんですけど、そんな中ある人が、その人に、なんかその、いや、ちょっと口開けて食べるのやめなよみたいなこと言ってて、それをちょっと今ね、この貴族たちの心配の中のエピソードに出てくる内容を見てね、食べ方の汚いとかっていうのを見ると、ちょっとね、思い出しましたね。もう15年前。もうね、同期で仲良かった6、7人のうち、会社に残ってるのはもう2人だけで、他はもう全員転職してますね。はい。ちょっと脱線しました。で、内容を見ると、安定度を失うのはきついな。海軍の伝統マイナス15。まあ、しょうがない。安定度は今失いたくないので、このまま行く。で、兵が上陸したので、上陸したらできるだけ早く開戦したいよな。朝鮮に対して一旦時間止めます。朝鮮に対してはどうだ、宣戦布告。明がまだ参戦するか。明に対しては今外交を展開していて、仲良くしましょうよという話をしてるので、それのね、その結果待ちというか、明が参戦してこないねっていうのを確認した後に、朝鮮とは戦端を開きたいので、もうちょっと待ちましょう。朝鮮と戦闘するその機会を伺います。いつでもね、戦端を開きたい気持ちは山々というかあるんですけどね。明と戦争するのはね、ちょっとまだ早いかなという感じがしてならないので。朝鮮への戦争のため、おお、今だ、今このタイミングよ。このタイミングで戦争をぶっかましましょう。ただ、経済一番突き詰まって下げてるので、ここでちょっと上げておきます。で、乗り込んで上陸。上陸が完了したらもう早々に宣戦を布告します。陸軍の士気の回復を待たずに戦線だけ布告して、みんなね、朝鮮を狙ってると思うので、いち早く戦線を布告、明が参戦する前に壊滅させましょう。 OK だ。これで国内の方は兵が全くいない状況になりますので、まあ当面の間という暫定的処置で、軍を雇いましょう。これに関して言うと、どうなんだろうな。傭兵の方がいいのか、正規軍の方がいいのか、まあ、ちょっと微妙かなとは思うんですけど、まあ、いずれにしてもね、軍を用意しちゃいましょう。兵力がゼロというのは、まあ、それはそれで心配が尽きないというか、危ないというか、反乱が起きると対処しきれなくなるので、5000からなる兵は用意しておきたいかな。海戦はきついな。海戦はちょっと勝ち目がないかな今だと。ちなみに朝鮮はですね、まあ、軍事技術が11で我々が13なので、まあ、圧倒的優位には立っています。ただここは敵を壊滅させておきたいので、いや、大丈夫かな、勝手にやってくれるね。であれば我々はあくまでも進行していく。
で、3000の兵が出来上がってるので、これは美濃に集結させておこう。3000はちょっと心もとなさすぎるので、まあそうですね、正規軍として5000の兵は国内に駐留させておきましょう。で、今朝鮮の後は1万3000の兵で攻めてるので、まあ、この1万3000の兵で、この朝鮮の兵9000を潰すというのがいいかな。できるだけ一緒に行動した方がいいな。おのおのだと味方6000、7000に分かれていて、朝鮮軍9000なので、まあ、別個に行動すると、まあ、あまりいいことはなさそう。なので、兵を集中運用するものの、先を越されるとそれはそれで微妙だしな。ちょっとバランスを見ましょうか。平壌を制圧しましたね。で、国内の兵は5000を用意できたので、まあ、一旦5000と、あとは国内のその他の勢力と、まあ、連携をしながら維持しましょう。国内の統治を。まあ、千姫の野望になっちゃってますからね、もうすでに。その千姫が、滞りなく戦っていく。ちょっと海軍戦が微妙だな。やっぱキャラック、大きいのを用意した方が良さそうですね。いかにも船が小さいので、朝鮮軍ごときに敗戦が続いているので、海軍戦が。これはあまり良くないので、少し海軍の強化という意味では大型船をね、重点的に強化していきましょうか、次は。で、技術アップデートはアップデートをかけていきます。で、早速、軍の方は、改革アジアステップ騎兵からアジア突撃兵へ変更します。で、収支はどうなっている？プラス 2.68。まあ、少し経済的に厳しい状態になっているな。まあ、国内が安定しているので、さらに安定度を上げて、うわ、出たー。安定度の話をした途端にこれだ。他は大丈夫だな。三河で兵の数5000であれば、まあ、三河だし徳川軍が対処してくれるでしょう。徳川軍が万が一負けたら、さっき美濃に集結させた5000で当たりましょう。まずはこの朝鮮をすべて我がものとする。秀吉の叶わなかった夢を果たしましょう。ちなみにですね、これはいつ収録してるかというと、28日土曜日の早朝にやってます。で、この後、フロリダに、1月の4日まで旅行に行くので、これがおそらく年内最後、旅行前最後の収録になると思うんですけど、今回のフロリダ旅行がね、結構ね、きついスケジュールになってるんですよね。で、フロリダに何しに行くんだって話だと思うんですけど、フロリダってテーマパークが結構ある場所で、ディズニーランド、まあ、ディズニーランドの大きい版、ディズニーワールドっていう、まあ、ディズニーランドが4つあるようなところがあるんですけど、まあ、ディズニーワールドっていうところと、あとはユニバーサルの本拠地もあったりして、あとケネディ宇宙センターとかもね、あるんですけど、まあ、とにかくテーマパークがいっぱいある場所に行くんですけど、行くのはディズニーワールドだけっていうね。それを28日から1月4日まで、夫婦で行ってくるんですけど、まあね、結構しんどそうなんですよね。まあ、ちょっとね、覚悟を決めてというか、しっかりやっていこうかなと思うんですけど、一応動画の公開は1月の5日分までは用意をなんとか
できそうなので、毎日公開もしますし、コメントとかツイッターの方でリプライいただければ、それももちろん確認して、返信とかね、反応リプライはしていこうかなと思いますので、ぜひぜひコメント欄とかねいただければなとは思うんですけど、さすがにあれだね、技術レベルがここまで差があると朝鮮軍を一周できるね。このまま朝鮮軍を壊滅させよう。で、輸出免許を付与。これはよからぬことが起きなければいいけどな。確認していきましょう。王が貴族に現金を払うことができない。ちょっと待ってくれ、王というのは俺のことか。金は59あるぞ。まだ払わない場合、代わりに彼らが利益を得るための特別収入を得る特権を与えることになる。いやー、こんなの与えたくないよ。特権を付与した場合何なの？正当性を重視しない。マジかー。で、特権はあげないよ。細川の日本への評価がマイナス20。いいよ、細川がね、我々に歯向かうようであれば兵を繰り出していく。 OK だ。今年はね、ちょっとボーナスをね、結構使っちゃったんで、株のね、投資があんまりできてないんですよね。おっと、これはどうする？奴らが奪ってくるのであれば、同盟国とはいえ、許すまじ。朝鮮のその全土を我がものとするために。僕の猶予もないぞと。もうこれは国取り合戦ですからね。いくら同盟国とはいえ、少しも領土は分け与えたくない。全ての領土を我がものとするということですね。これで朝鮮半島は全てこの日本のものになるんじゃないかな。これでも99か。99だとどうなんだっけ。属国化ができないんじゃなかった？ちょっと確認しますか。条約、そうだよね、 100% にしないと従属できないもんな。となるとしょうがないな。領土を割譲させよう。全ての領土をよこせと言いたいとこだけど、それはできないわけだな。さて、どうしようかな。戦勝点を100にしたかったな。ちょっと100にできなかった理由は、戦勝点が欲しかった。まあ、水軍戦で敗れたのも敗因の一つかな。しょうがないね、ここはジタバタしてもしょうがないので、まあ南朝鮮の大部分を獲得して金も巻き上げましょう。 OK だ。これで、朝鮮との再び戦争ができるのが42年11月、1月ですね。なので、まだまだ先だな。センちゃんがちょうど熟女になろうかという頃ですね。じゃあ、では軍はこのまま朝鮮に駐留させておいて、まあ、いざとなればね、帰国をさせましょう。そのための軍は用意します。
で、しばらくの間はね、対外戦争はないだろうと踏んで、とりあえず海軍の維持費を下げて、陸軍の維持費も半分ぐらいまで下げて、ここからお金を貯めるモードへと移行していきましょう。で、中核集荷も、できるところからやっていきましょう。で、過剰拡大が進んでるところからやっていきたいので 11%9%7%7%6%2%、 これで全部中核周回か。おお、 8% をやり忘れがあるね。まあ大丈夫でしょう。ちょっとこのまま推移させましょう。で、次のテクニカルアップデートの時期はまだまだ先かな。次、マウリッツ歩兵軍事技術でいうと、ここに住めばアジア大規模歩兵が解放できるんだな。で、ちなみに朝鮮は未だ11で、最終目標民が13。いやー、民は追従してくるね、さすがに。ちなみにモンゴル11で、スペインがどうなってるかというと、さすがの17。スペインさすがの17ですね。フランスは？フランスも17、まあ、この辺りの大国はまあ16、17あたりを言ってるのかな。タイはどうなってる？タイも12あるね。そう考えると特別日本が住んでるという感じもあんまりないですね。日本今14なんで、この技術のね、そのアップデートっていう意味で言うと、センちゃんがね、軍事技術はまあ確かに高いんですけど、外交統治はまあクソみたいなもんなんで、軍事技術で圧倒する以外にちょっとこの先のね、日本の立ち位置というか、生きる道がなさそうなので、まあ、軍事技術はしっかりアップデートをかけていきましょう。で、ライバル視してくるとかもうやめてほしいよな、本当に。そんなつもりはさらさらない。あくまでも目標は民だと。ちなみにモンゴルと開戦した場合、民は味方になってくれないんだな。ヤルカンド、ヤルカンドってさ、どこにあるわけ？ヤルカンドは。ヤルカンドの場所確認しよう。ヤルカンド、ヤルカンドここか。ミンの左側。いや、ヤルカンドもでかいぞ、国の規模としては。軍事技術が12。いや、これますますミンとの関係性重要になってくるな。まあ、ミンとはしばしの間、最終目標であるものの、仲良くしてモンゴルを倒してから民だな、順番で言うとね。民のライバル国はこれを見るとウィジャヤナガル。ウィジャヤナガルってのはインドだな。この頃からインドと中国は仲が微妙なんだな。となると、モンゴルと戦争する上で、民改正助直、この辺りは絶対に仲間に引き入れておきたいので、改正助直にちょっと色目を使っておきたいな。で、国内の外交の、まあ、5つあるスロット5分の5使っちゃってるので、伊藤か。伊藤あたりとはもう切ってもいいけどね。伊藤とは今は王室間の婚姻だけでしょ。よし、伊藤が死んだらこのまま切ろう。で、細川は一旦このままにしますか。じゃあよし、じゃあ時間進めましょう。中核集荷を急ぎます。もう朝鮮のね、中核化をどんどん進めます。
この後はもう本当に苦しい苦しいセンちゃんの統治能力に頼らざるを得ないので、なんとかね持ちこたえていかなきゃいけないかな。で、海軍の方のアップデートは、まあ、キャラを作っておきます。大型艦ですね。まあ、皆さんからのコメントとかアドバイスいただくから、大型艦はね海洋では強いものの、まあ、あの狭い海域では戦えませんよと今いただいているんですが、まあ、この先はね海洋に大きく打って出るという場面が大きくなると思うんで、まあ、そういう意味ではキャラク大型艦をね、優先して作っていきます。で、中核化は全部入っている。出たー、三河ですね。キー、これも徳川軍が対処してくれるでしょう。ちなみに家康は、うわ、家康も亡き後の徳川も13まで来てるな。いや、これ今でこそその優位に立っている軍事技術ですけど、この先センちゃんの統治能力以下によっては微妙だな。で、一旦解散させようか。金をためにかかりたいので。で、プラス 6.59、 悪くないね。海上封鎖されてるのか、対馬は。まあ、一旦放置だな。ここに艦隊を出してもいいんだけど、これでもし敗退するときついからね。キャラックが2。キャラックが2あれば勝てる。いや、ちょっと怖い。戦闘ガレー戦も作ってからにしよう。これで、解放しに行きましょうか。封鎖されてるね、港施設を。朝鮮と直接砲火を交えられない以上は、やっぱモンゴルを次の標的にせざるを得ないんだよな。モンゴルと開戦した場合、ヤルカンド開成貯蓄が敵に回る。開成貯蓄も敵に回るのか。大方針は決まりましたね。明と直接いきなり戦端を開くのは危険極まりない行為なので、これはやめて、モンゴルに対してまずは戦線を布告、モンゴルを屈服させた後、明との戦いに挑んで明を征服しようと。まあ、もともとこの EU 法日本プレーの目的は明を倒すというのが目的だったので、そこに向けてね、プランニングとしては今お話した、まずはモンゴル、明という順番でいきましょう。で、その前に時間がね、サクサク進むようであれば、残りの朝鮮、今回ね南半分獲得しましたけども、北半分も食っていければなというふうに思いますので、ちょっとそこは見極めながらいきましょう。まあ、怖いのがね、モンゴルの軍事力がどれくらいあるかですかね。はい、では今回ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。